最初の子押せてない。嘘。押せてない。やばい。もう時間ない。大丈夫。大丈夫。やる。もう一回。もう一回やろう。もう一回。はい。いい話。マジか。え？これが聞いてない。はい。あ、最初の子押せてない。おっと。こっちに残ってる。俺のにも。あ、燃料。私ちょいちょい飲みますけどいいですか。全然いい。俺ね。なるほどなって思った今。いや、いい話だね。本当にもう一回聞きたいね。あ、うん、何回でも聞けると思う。私ねゲリラ豪雨正直ちょっとだんだんと薄れてきてて、あ、もういいんじゃないかなっていうか、そのいいっていうのはあの浸透してることになんか何らかそのどんな弊害があるのか分かんなくなってきてて。何でもかんでもゲリラ豪雨って嫌がってっつって、まあゲリラ豪雨じゃないっていうのはこの人たちにとって何だろうと思ったけど、はい、確かにすげえぼんやりしてくんなと思って、豪雨っていう言葉がそうだよ、ね、ずーっと使ってると、はいはい、うん、そもそも何なのって言って問い返した方がいい言葉はたくさんあるかもしれないですね。あるかもしれないですね。豪雨だけじゃないかもしれない、うん、いや確かにそう思う。豪雨だけじゃないと思う。これはシリーズ化できるかもしれない。そもそも、そもそも話、そもそも何なの。そもそも、そもそも前は何なんだろう。そもそも話、うん、でもそこに結構帰着するよ。あ、すいません。すいません。あれ、ごめんなさい、私のせいです。一日2回もこんな話をするのは。じゃあ多分今日話したらもう話さないと思うよ。そうですね、うん、じゃあここを踏んだ時にここの、はい、ここも光るんですよ赤く。はいはいはい、そこですね、はい、V3 V2 レックです。 V2 レック、はい、すいませんすいません、もう一回、はい、すいません、よろしいか。はい、はい、今日は、うん、あの豪雨という言葉、うん、その、言葉が表す現象が一体何なのか、それがどういう影響を及ぼしているのかっていうことを今一度考えたい、うん、まあ、そういう、まあ、意味合いでちょっとお話をさせてもらいたいと思います。で、そもそも一体豪雨っていうのはどういう現象なのかっていうのを改めて考えてみるとですね、こちら気象庁のホームページから持ってきたものなんですけれども、豪雨っていうのは著しい災害が発生した、まあ、顕著な大雨の現象だというふうに書かれています。で確かにこちらこの写真にあるようにですね、昨年の9月に発生した関東東北豪雨、まあ、これも豪雨っていうふうに名前ついてますけれども、まあ、甚大な、災害が起こったわけです。鬼怒川が氾濫して、まあ、多くの、家屋が水浸しになったような、非常に大きな気象災害をもたらした現象でした。で、この著しい災害が発生した顕著な大雨現象っていうのは一体何なのかっていうのをもう一回ちょっと噛み砕いて、考えてみるとですね、この著しい災害っていうのは、いわゆる激甚災害ですとか、命名もされた大雨の災害にあたるわけですね。でこの豪雨という言葉そのものは結構その使われ方っていうのは限定されています。で、まあ、これ気象庁の話ですけれども、すでに命名された現象ですとか、それに匹敵するような過去の事象に対して豪雨という言葉が使われると。でさらにこの、豪雨という命名をする目安としては、浸水の家屋が、まあ、1万とかそのぐらい行ってしまうような結構その大規模な水害になるような現象のことを言ってるわけですね。で、今現在主流で使われているこの大雨の現象の呼び方っていうのを、まあ、ちょっとおさらいしてみるとですね、まあ、よく言われているのがこのゲリラ豪雨ですね。でその他にも、
局地的大雨ですとか局地豪雨、まあ、もしくは集中豪雨というような呼び方がされることも、あります。でこれらの違いは一体何なのか、もう一度考えたい。で、それぞれ現象、まあ、気象学的にその現象としてどう違うのかっていうのを考えると、時空間スケールだったりそれらの現象がもたらしているような災害の種類ですとか規模っていうのが異なるというのが、まあ、一つ、まあ、分かりやすいところとして考えられるわけですね。で、これは荒木流の、豪雨の、定義なんですけれども、豪雨っていうのは一体何なのかというふうに考えたときに、その現象が、まあ、その大雨の現象が水害を、実際にもたらすかどうか、まあ、そういった気象災害に結びつくかどうかっていうのを、一つ豪雨として、まあ、定義したいというのが、まあ、私の考えなわけですね。で、そうしたときに、例えば、気象庁で局地的大雨と、呼んでいるような、現象もです。これも、災害に結びつくこともあるわけです。で、この局地的大雨の、まあ、定義としてはですね、これ気象庁に定義されているものなんですけれども、急に強く降って、まあ、数十分という、まあ、短時間の間に数十ミリ程度の、雨量をもたらす、まあ、いわゆる大雨なわけですね。まあ、それが局地的大雨なんですけれども、それを、実際に災害に結びつくものを私は局地豪雨というふうに呼んでいます。でその一方で、集中豪雨っていう言葉もあるわけなんですけれども、まあ、これは、研究者によって様々に定義されていて、人によって結構そのまちまちなんですね。で一応気象庁のホームページで書かれている、説明としては、狭い範囲、数時間以上にわたって強い雨が降って、まあ、結果的に100ミリから数百ミリの、まあ、かなりの雨量をもたらす雨のことを集中豪雨というふうに呼んでいる。で実際にこれらの現象がどういう災害をもたらすのかっていうのを考えてみるとですね、特に局地豪雨に関しては、短時間にすごく大きな、なんだ雨量か雨量が観測されるっていうのが非常に重要で、まあ、特に、水害に弱いような、都市部ですと短時間の大雨でも、まあ、鉄砲水だったり低地の浸水だったりっていうことが起こるわけです、まあ、こういった都市型の水害に結びつきやすいというのが一つこの局地豪雨の、特徴なわけですね。でその一方で、集中豪雨っていうのは、まあ、全国どこでも起こりうる現象なんですけれども、ひとたびそれが起こるとですね、まあ、数時間以上にわたって、まあ、かなり多い、雨量となってしまう現象ですので、特に土砂災害ですとか河川の氾濫、まあ、そういった大規模な水害に結びつきやすいというような、まあ、災害としての特徴も、ある現象です。でここでもう一度ちょっと考え直したいというのがこのゲリラ豪雨という、現象なんですね、まあ、呼ばれている現象で、こいつの実態っていうのは、まあ、局地的大雨、まあ、災害に結びつくか結びつかないかは別にして、局地的大雨だったり、まあ、いろんな雨がですねゲリラ豪雨と呼ばれているような現象が、あるようなんですけれども、私の雲の中では何が起こっているのかという書籍の中ではですね、突然発生して、局地的でかつ予測が難しい災害をもたらしうる豪雨のことをゲリラ豪雨というふうに定義しています。やっぱり豪雨っていうふうに呼ばれるからには災害に結びつくっていうような、まあ、そういう規模になるべくものだというふうに、まあ、考えているわけですね。で、まあ、ところがやっぱり世間一般では、まあ、予測できていてかつ災害をもたらさない現象であっても、まあ、そういった予測している気象情報を受け取っていない、まあ、全然見ていない国民の方にとっては、まあ、突然やっぱり降られる雨なわけですね。で、まあ、そういったものがゲリラ豪雨というふうに呼ばれてしまって、まあ、いわゆる通り雨ですね。そういったものが、ゲリラ豪雨と呼ばれてしまっているのが、まあ、現状な、わけなんですけれども、このゲリラ豪雨というふうに、まあ、名前をつけて呼んでいること、それが一体どういう影響を及ぼしているのか、まあ、その構造を少し考えてみたい。で
まあ、メリットとしてはですね、まあ、一つは、やっぱりもうゲリラ豪雨っていう言葉そのものがまあ、すでに国民の皆さんに馴染み深いワードになってしまっていて、まあ、みんなゲリラ豪雨っていう言葉を知らない人はほとんどいないわけですね。まあ、そういった中で、まあ、防災教育をするためにそういったワード、まあ、広く認知されているようなワードは有効なんじゃないかっていうふうに、言われる意見もちらほら耳にはします。ただし、私が思うそのゲリラ豪雨の、まあ、罪な部分、まあ、どういうことかと、ちょっと考え直してみるとですね、豪雨っていう言葉そのものはそもそも災害に結びつくかどうか、まあ、それを、まあ、大雨と識別して、豪雨というふうに呼んでいるわけですね。だから何でもない通り雨とかを豪雨というふうに呼んでしまっていると、豪雨という言葉の重さ、それがどんどん軽くなってしまっていると。豪雨そのものが軽視されているというような状況になっているんじゃないかというのが、一つ懸念するところなんですね。だから、まあ、気象キャスターの方が、本当に危ない、命に関わる危険な状況が、もうすでに発生しているときに豪雨という言葉を使ってその状況を伝えようとしてもなかなか伝わらない可能性というのがあるわけです。で、やっぱりですね、その災害が起こった現場ではまさかこんなことになると思っていなかったっていうような、言葉をですね、ほとんど毎回その水害が起こった時には、実際その現場に行って、被災者の方の、話を聞いても、ほとんど毎回このコメントをいただくわけですね。で、実際、まあ、昨年の9月の関東東北豪雨、まあ、それが起こる前に、私自身がその常総市の中学校ですとか教職員向け の講演を行っていて、その中で集中豪雨っていうのは全国どこでも起こりうると、常総市でも起こりうるっていうことを伝えていたわけなんです。ただやっぱりその実際に体験した方から、まあ後で話を聞いてみると、やっぱりまさか起こると思っていなかったっていうような話を聞くわけです。で、しかもそれは一人じゃなくて複数人の方からそういったことを聞くわけです。まあ、やっぱりその気象災害っていうのはいつか必ず起こるものだというふうに、もうあらかじめそういう意識を持っておくっていうことが、多分そういう現象と向き合っていく上ではすごく重要なんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、特にその数十年に一度しか発生しないような現象だからこそ甚大な災害に結びついてしまうというようなところが、まあ、あるわけですね。で、寺田村彦先生、まあ、この方はですね、もう約今から90年ぐらい前に天災は忘れた頃にやってくるというようなことをもうすでに指摘されていたわけです。で、寺田先生が、言われているのは、まあ、平常時何もない、明るい年にこそそういった備えをしておかなければならないにもかかわらず、まあ、そういった当たり前のことが忘れられてしまうというのが、まあ、こういった災害に結びついているんじゃないかと、まあ、そういう現代の我々が考えていかなきゃいけないような非常に重要な示唆をされているわけです。で、こういった災害、気象災害に備えるために現代の我々が一体どういうふうに向き合っていったらいいか、何を備えたらいいのか、それを考えるとですね、やっぱりその自分自身が住んでいる土地で過去に一体どういう気象災害が起こったのか、これから何が起こりうるのか、その土地の特性を知ることも含め、その気象災害一体どういうものがあるのか、まあ、そういった事前の知識っていうのはすごく重要になってきます。で、その上で、市町村のハザードマップとかを利用してどこで何が起こりうるかっていうのを、あらかじめ把握しておくっていうのはすごく必要なことだと思います。で、その上で、実際にその、まあ、大気現象である、気象とですね、うまく付き合っていくっていうのが必要なんですけれども、これは結構難しい。
でうまく付き合っていくっていうのは、まあ、やっぱりその日頃から当たり前に雲とか空とか雨とか晴れとかそういうのがもう当たり前になってるからもう存在を忘れがちなんですよね。でも近くにいる人ほど大事なわけだ。近くにいる人がまあそのうまくね付き合うためには雲とか空そういうものを自分から好きになる、もっと知りたい、もっとうまく付き合いたい、そういうふうに思うっていうのが多分一番重要だと思うんですよね。だからその上で相手の性格を知って、かつ適度な距離感を自分自身の中で知っていれば、その雲とか空とか大気現象を愛することができるし、相思相愛になれるかもしれない、うん、相手のことを知っていれば、で好きだったらね、好きだったら次にこの人何すんのかとか、この人どういう蘇生つうか、まあ、環境がね、育った環境がどうかとか、まあ、そういうこと気になるわけです、まあ、ストーキングかもしんないけど、その観察してかつ予測もできるようになるわけですね、すごい好きだと。でやっぱりそういうのが気象災害に備えるためにすごく重要なんじゃないかと、思います。で、まあ、今日はですね、その豪雨っていう言葉の、本来の意味で今どういうふうに使われているか、まあ、そういうことをですね少し、再考したという話なんですけれども、まあ、最後に言っておきたいのは、皆さん自身がゲリラ豪雨と呼んでいる雨、それは本当に、ゲリラ豪雨、あ、ゲリラ豪雨じゃない、豪雨、まあ、そういう災害をもたらしている豪雨なんだろうかということを、ちょっと頭の片隅に、置いて、まあ、ゲリラ豪雨という言葉を、発するかどうかというのですね、ちょっと考えて、もらえればすごく嬉しいなと思います。で、まあ、最後にちょっと宣伝なんですけれども、今年の9月に刊行予定のこういった豪雨と水害という、書籍があります。でこれは、まあ、主にですね、その土木系とか河川工学とかをやってる方が中心となっていて、まあ、降水の観測、予測からその浸水対策までを、フォローしている、書籍になってます。で主には、まあ、大学とか大学院の、まあ、研究室とかですね、そういったところに、置かれることを想定してるんですけれども、まあ、この部分、気象と、なんだ、気象と災害、そこで、まあ、私はですね、豪雨のメカニズムに関して、執筆をしています。でさらには、まあ、その浸水のメカニズムですとか、まあ、その予測をどうするか、そういった話題もあります。でさらには、まあ、町づくり、リスク管理どうするか、まあ、そういった自治体でどういうふうにするかっていうようなことまで、フォローをしています。であと、まあ、有名どころとして、NHK の、ニュースセブンでキャスターをされている、寺川夏実さんも、まあ、執筆に参加していてですね、気象キャスターとして、まあ、何ができるか、防災情報をどういうふうに伝えたらいいか、まあ、そういうことまで、フォローしている、なかなか充実した書籍になっていると思いますので、ぜひですね、刊行された暁には、まあ、ちょっと気になる方は手に取っていただけると、非常に嬉しいと思います。というわけで、今日、トラックからは、まあ、豪雨をもう一度考えて、どういうふうに使おうかという話を、させてもらいました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。取れてます。取れてます。